マスコットマスコットマスコットは、ドイツ航空宇宙センターが中心となり、フランス国立宇宙研究センター、宇宙航空研究開発機構の協力で開発された小型ランダーである。小惑星探査機ハヤブサ2に搭載されて2014年12月3日に打ち上げられ、2018年10月3日に小惑星リュウグウに着陸した。現在は、 電源が切れ、回収されずに小惑星リ宮城上に残されている。マスコット計画の源流は、餌の宇宙探査の公募に日本と欧州の合同チームで応募した小惑星探査機、マルコ・ポーロ計画の中で検討された小惑星ランダーであった。これは2014年11月に初の水星ランダーとして、チュリュモフ・ゲラシメンコ水星に着陸したフィライを小型化したランダーであった。 しかし、マルコポーロ計画は、公募に落選し、計画が日の目を見ることはなかった。その後、小惑星探査機、ハヤブサ2の計画が進められる中で、マルコポーロ計画で構築された、日曜共同の枠組みの中から、ハヤブサ2に、ランダーを搭載する計画が持ち上がった。また、ハヤブサ計画では、当初、NASA のローバー MUSESCN を搭載する、予定であった。 しかし当初予想を上回る開発費がかかることが判明して計画が中止となり、MUSESCN を搭載するため、探査機パネルに開けた隙間には断熱マットを貼り、はやぶさは打ち上げられた。はやぶさ2では初号機はやぶさの熱設計を引き継ぐことになったため、MUSESCN の搭載予定であった探査機パネルの隙間も、はやぶさと同じく開いたままとなっていた。 そこで、マスコットが、ハヤブサ2の進行方向左側側面の探査機パネルの隙間に搭載されることになった。ハヤブサ2計画ではいくつかの国際協力の枠組みが形成されたが、ドイツ航空宇宙センターが中心となって開発するランダーをハヤブサ2に搭載し、一方、JAXA 側は、落下等や航空機などでの微小重力実験の場の提供を受け、 さらに、はやぶさ2の運用時のカバンド、X バンドでの通信について支援を受けるという国際協力の枠組みが成立した。ランダーは、マスコットと名付けられ、開発には、フランス国立宇宙研究センターやドイツ、フランスの宇宙研究機関、そして日本の JAXA も協力することになった。メディアを再生する、はやぶさ2ミッションとマスコット小惑星着陸機。 はやぶさ2では探査機による小惑星探査サンプルリターンによる小惑星サンプルの分析を行う計画である。うち探査機のリモートセンシングによる探査スケールはセンチメートルからキロメートル単位、そして小惑星サンプル分析でのスケールはナノメートルからミリメートル単位となる。ランダーであるマスコットによる探査は探査機による リモートセンシングとサンプルリターンによるサンプル分析のスケールギャップを埋めることが可能となり、その重要性は高い。マスコットシステムの創出量は分離機構を含め約 11kg。うち、ランダー本体は約 8kg。はやぶさ通側の固定、分離機構と通信アンテナが約 2kg である。大きさは縦。 横が約3 0トル厚さが約2 0トルの脳型体型である。マスコットハヤブサ2から切り離された後、小惑星探査機関中は、ハヤブサ2画面に搭載されたアンテナオメ A と中継機オメ E を通じて、探査機本体との通信を確保する。オメシステムは、日本側が新規開発した小型、軽量、省電力かつ、 最高 37kbps のシステムで、はやぶさ2に搭載されたローバーであるミネルバ2と共用となっている。なお、探査機仮面に設置されたミネルバ2と異なり、マスコットは探査機の進行方向左側側面に設置されているため、地球から小惑星へ向かう途中は探査機仮面に設置されたオメエを使用するのが困難であり、 惑星間航行中はマスコット近くに設置したおメ、A マスコットという別のアンテナを用い、中継機おメ E を通じて、マスコットの状態チェックを行うようになっている。早やぶ通から小惑星上空約100メートルで、相対速度秒速5センチメートル以内という、ほぼ静止した状態で分離され、自由落下によって、小惑星に着陸する。数回バウンドした後、 小惑星上に静止すると見られるが、静止後まず、脳型体系であるマスコットの各面に取り付けられた、太陽電池を利用した太陽センサーとレーザー、短距離系を利用した設置センサーを用い、自己姿勢を把握する。その後、マスコット内の重り付き回転アームを作動させることにより、探査に適した姿勢に変更する。また、着陸地点での探査予定が終了した後、 重り付き回転アームを作動させて、最大200メートルのホップを行い、別の地点での探査を行う予定である。なおホップは1回のみ可能となっている。電源はリチウム電池による一次電源を使用している。探査開始後の充電が不可能であるため、寿命は探査対象小惑星流宮での2日分となる15時間余りである。マスコット搭載の科学観測機器は、 小惑星表面の精度の高い化学探査、ハヤブサ2着陸候補地点の表層についての事前調査、サンプル採取予定地点の鉱物の参上を把握するという三大探査目標と、マスコットの大きさ、そして2014年打ち上げ予定のハヤブサ2搭載に間に合わせるために短期間での開発が要求された、結果、赤外分光顕微鏡、広角カメラ、熱放射系、 自力系の4機器が搭載されることになった。科学観測機器は、軽量で強度がある炭素繊維強化プラスチックで作られたマスコットの構造体にくくりつけられた形となっており、ランダー全重量の約3割が科学観測機器で占める高等載率となっている。なお、赤外分光顕微鏡、広角カメラ、 熱放射系は、それぞれ、はやぶさ2本体の化学観測機器である、近赤外分光系、光学広報カメラ、中間赤外カメラと対応しており、小惑星表面の観測結果を、相互解析できるようになっている。赤外分光顕微鏡は、マスコット搭載の化学観測機器の中で、主力機器に位置付けられている。スターリング冷凍機を用いて冷却した水銀、 カドミウム、テルルによる二次元時候素子を用い、約5ミリメートル角の領域を解像度20マイクロメートルで撮像する。撮像可能な赤外線の波長は0.9から3.5マイクロメートルであり、鉱物組成、岩水鉱物の編成状態、有機物について分析を行う。広角カメラは54、54度という広角の視野を持つ、 線画素のシーモスイメージセンサカメラである。マスコットの直下から小惑星の地平線までを撮影し、ランダー周辺の地形や地質構造を観測する。夜間は青、緑、赤、赤外線の4色の発光ダイオードを照射しながら撮影することでカラー撮像も行う。熱放射系は異なる波長フィルターが取り付けられた6台の サーモパイル式熱放射系で構成されている。6台のうち2台は温度計測を目的とし、広い波長帯をカバーしている。3台は小惑星表面の鉱物情報を得る目的の2マイクロメートル近辺の狭い帯域、そして残りの1台は、はやぶさ2本体に搭載されている中間赤外カメラティルと同じ8から12マイクロメートルをカバーしており、 お互いの観測データの相互解析が可能となっている。また熱放射系の視野は広角カメラの視野に含まれており、双方の観測結果を総合的に判断することによって小惑星表層の状態をより的確に把握することができる。磁力系は小型かつ軽量の酸成分フラックスゲート磁力系であり、マスコットの小惑星降下中、 そしてホップしている間に小惑星の自家についての特徴を観測する。科学観測とともにマスコットの工学的チャレンジも注目される。戦術の軽量、高強度の炭素繊維強化プラスチックで作られたランダー構造体による30%という高い科学観測機器搭載率の実現。 小惑星という微小重力下で、重り付き回転アームを作動させることによるランダーの姿勢変更、ホップによる移動に加えて、小惑星表面の熱環境で化学探査を実行するための熱設計、そして自律制御運用などが挙げられる。蒸気の通り、母船から切り離されてから、電池の切れるまでの十数時間のミッションである。ありがとうございます。